しいトンネルですね。新徳倉トンネル。これが噂のトンネルです。現在は使われてないみたいです。管理施設のような DVD。 結構ね、空き缶とかなんかジュースのあれがあるんで、ちょっとした心霊スポットかもしれないですね、ネタ的に。どういう施設だったんだろう。先の缶がね、めちゃめちゃ、もしかしたらキャンプとか、ここでね、これは、あ、ヒーターっていうか、IH 系ですね。
どういう感じだったの？ペペロンチーノソース。まあ、ここで飲みながら遊んでたんですかね。それでは今日はこの辺で帰ります。冬のシーズンかなり雪がすごいのかなと。もうこの辺のね、なんか曲がったりしてるんでね、やはり雪のせいかなと思います。すごいですね。もう結構道が、道から行けるらしいですね。なんですけど、ちょっと道がね怪しいんでね。あ、ここか、ここですね。この方から行けるらしいですけど、ちょっと道が怪しいので、今日はちょっと無理かなと。またタイミングで行ってみようかなと思います、まあ、どんなとこなのかは概要欄にリンク貼ってます。すごいですよ、本当に。というわけで、今日はこんな感じでお送りいたしました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいコマンドのロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。